めちゃくちゃめっちゃ寝起きっぽいけど、そんなことないです。今日はアイロンをしていきますおはよう。なんかな、あのアミの、あ、待って、おはよう、おはようございます。パジャマでおはよう、はい、おはようございます。なのでアイロンしたいと思います。アミはいつも、アミでも学校なポニーテールで行ってるからアイロンする意味はって思うかもなんですけど、アミでも学校終わったら基本ね髪の毛下ろすんですよ。で朝アイロンしておけば、その下ろした時にあのもう何ストレートになってるのでまあいいかなって感じです。あとはあの髪の毛をくくった時にストレートなポニーテールになるので、あのそうなってます。はい、よし。でもねさっきね寝癖直しをしたんですけど、あのシュッシュッシュッってやつんですけど、もうそれだけで結構治りますよ。でもまあ気持ち的にしてます。まあやりすぎたら髪傷むので良くないけど。おはようおはようございます。おはようございます。あ、アミな、まあ皆さん知ってるかもしれないんですけど、アミのお家で金魚飼ってるんですよ。知ってる方いますか？知ってますか？そう、ほんで金魚を飼ってるんですけど、あのね金魚やけどカニって名前なんですよ。まあそれも結構多分知ってる、アミタンクラブの方は知ってる方も多いかな、分からんけど、まあ言ったことがあるんですけど、そう、その子の名前が最近パパにギョピオって呼ばれてて、思い出して、あ、よかったです。そうそう、金魚やけどカニって名前なんですよ。そうなんです。だけど最近なんかな、パパにギョピオって呼ばれてて、なんかね朝と晩となんかパパが来てた時に、うん、パパが餌をあげてるんですよ。パパギョピオのことめっちゃ好きで、ほんでなんかねアミとかが、まあ、踊ってたり勉強したりで、なんかパパと遊んでくれん時はギョピオと遊んでるんですけどね、よくパパがギョピオに向かってなんかギョピオって呼ぶんですよそしたらまああのさ、金魚ってさ水の中おるやんか。ていうかさ、なんか待って今切れたんですけど、なんか顔が薄、それでそう、金魚ってさ水槽の中おるやん。でさ水中おるからさ絶対聞こえへんやろみたいなママが言ってたんですけどね、アミはなんかさ水の中の伝導率とかいう曲があるぐらいだから、まあなんやろ伝わりそうやんって言ったら、パパが伝わる伝わるって言っててな、パパが必死にやってたんですよ、ギョビオギョビオって。そしたらギョビオがねこっち向くんですよ。しかもパパが言った時だけ。パパがいつも餌をあげるから、パパの声っていうかパパの見た目っていうか覚えてるからか知らんですけど、アミがギョビオって言って、ママがギョビオって言っても振り向かないくせに、パパがギョビオって言ったら振り向くんですよ。絶対聞こえてる、もうそれは聞こえてるに違いないですね。それはどう思いますか呼びよそうなんです。あのギョギョギョって感じの、まあ魚だから呼びよなんです。でも由来はよくわかんないです。パパねよく変なあだ名つけてくるんで、わからんなって感じですね。まあチュマコと同じような感じですよ、呼びよ。アミはお父さんにアミコとも呼ばれるんですけど、あのねチュンさんって呼ばれます。チュンさん、なんでチュンなのかもちょっとアミはよく分かってないんですけど、なんか気づいたらチュンさんって呼ばれてたな。皆さんは家でのあだ名ありますか？そう、餌をもらえる人が一番偉い人な。そうなんです、
金魚と魚病だけだっけ。え、なんかな、魚病以外にも他にな、エビとかいたんですけど、なんかあのいなくなっちゃって、まあでもね、魚病すごいんですよ。アミが3歳ぐらいの時からねお家にいるんで、だからな、10年ぐらい一緒にいるんですよ、こっちに。今まではニック、ノリサキ、ウータロウ、エビカニって言ってたんですけど、だけど今残ってるのはカニさんだけです。カニ、ギョピオさんだけです。はい、そうなんですよ、ギョピオだけ。生誕の時の手紙、アミコちゃんやったもんね。そう、アミコの時とチュンさん。パパはね、でも日による。なんかお菓子買いに行くとか聞いてくときは、チュンさんお菓子買いに行くって言われるんですけど、だけど、あ、とかチュンさん今日何時に帰ってくると聞かれるけど、なんやろ、でも分からへん。パパの気分次第ちゃう、多分。それはなんか使い分けがよく分からんですけどな、みも。よく分からんですけど、だけどチュンさんって呼ばれてます。そんな長いことおるん。そうなんです、めっちゃ長生きなんです。キュピオ大きいな。え、なんかな、パパがなんか飼い始めた頃はね、これぐらい、結構ちっちゃめの金魚だったんですよ。なのになんかね、餌とか別にあげまくった思い出っていうか覚えはないんですけど、気づいたらギョピオはこれぐらいの大きさになってました。しかも今ね、パパがね、なんか餌あげすぎかなんか知らんけど、あのね、ギョピオ今お腹パンパンなんですよ。でもそのなんかね、なんか餌の食べ過ぎてだけだから問題ないんですけどね、めっちゃでかくなっちゃった。あと金魚ってね、飼う水槽で大きさ決まるって知ってましたか？飼う大きさに適してる大きさまで大きくなるんですよ。だからギョピオが大きくなった理由は、その周りの金魚がいなくなったから、まあ、その水槽がギョピオだけのものになったからな、ギョピオは考えて大きくなったのかもしれないです。分からへんけど、でも金魚ってそうなんですよ。実はあの、その水槽に対してでかくなるから、魚病はもしかしたらわざと自分で大きくなったのかもしれない。そうだから、初めに買ってきて出てきた、ん、初めに買った時にでかかったら水槽も大きくしてあげないとダメです。小さすぎたら泳げんからな、泳げへんから。はい、オッケー、出来上がりです。なんか今日は前髪いい感じですね。一回でできたわ。あ、アミでも後でポニーテールするからな。このこれあるやろ、なんていうん、触覚分からんけど、これを巻きます次は。まあこれは巻くっていうかね、飾りみたいなもんなんで、でも内巻きです。はい、こんな感じですそんな変わらんと思うけど、思うやん、変わらんって。変わらんで、そんなけど、なんか気持ち的に欲しいねん。 OK、 なんか、うん、なんか変、まあいいか、学校行くだけやし。 OK、 出来上がりです。でみはいつもあの、ね、全部前に持ってくると嫌なので、みはこのぐらいで配信をしてます。予備大きいのだって、あ、さっき読んだわ、ごめんなさい。動物好き、めっちゃ好き。あ、みは犬飼いたいんですけどね、ワンちゃん。パパもママもいいよって言ってくれてるけど、ワンワン飼ったらなんかね、あんまり旅行行けなくなるよって言われちゃって。でも飼いたいよな、なんかそう、飼いたいギョビちゃんっていう金魚が出てくる漫画があって、え、それなんかな、じゃあ分からへんけど、はい、分からんけど
魚ピヨですね。まあでもなんか魚ピヨで浸透してる。ちまくおはようだよー、おはよう。パパとは仲良し、仲良しですよ。仲いいですよ。たまに声ぐらい大きい金魚いるよね。うん、それは多分水槽がでかすぎや。何でも狭いところにいたら小さいまま叶えて。あみ、自分の部屋におったらじゃあきっとずっとちっちゃいままかもしれんな。空間がまあ狭くはないけど、外にいっぱい出たらあかんってことやな。水族館で金魚飼ったら超巨大になるのか、どこまで巨大になるんですかね。ジンベエザメぐらいまでなるかもしれんけどな。おはよう、仕事行っていきますか。待ってね。あみたんしばらくいないから寂しいな。でも次のコメント楽しみにしてください。あみが出る公演楽しみにしてね。犬11匹飼ってるでって、すごすごいな。名前覚えれるんですか。11匹覚えれるか。1匹ぐらいちょうだいって言いたいぐらい。ワンワン可愛いですよね。のみたんは犬派、あみは犬派です。猫も可愛いけど飼うなら犬かな。なんかね、あのお兄ちゃんとパパがね猫アレルギーなんですよ。だけどね、この前パパとね猫カフェ行ってきました。楽しかったですよ。あみバトン行ってる時はね、なんかね、なんかその体育館の近くに猫カフェがあって、まあその毎回行く体育館が違うかったからバトンだから何とも言えないんですけど、まあその体育館だった時は毎回ねレッスン前にだいたい猫カフェ行ってご飯っていうか何お茶をしてたんで、そこでだからな1ヶ月に2回ぐらい猫カフェ行ってた。4年生5年生ぐらいの時は。でも最近全然行ってないからまだ行きたい。なんかねその猫カフェ行ってる時にいろんな猫カフェ置いてたんですけど、この前なパパがこの前っていうか前、フクロウカフェって知ってますか。フクロウカフェに行きたいなってなったんですけど、あみね、ちょっと鳥可愛いと思うんですけど、あんまりちょっといい思い出がないので嫌かなってなりましたね。動物園行ってね、鳥のねなんか戯れるコーナーみたいなのがあって入ったらすぐに頭に降ってきて、もうアミはちょっと鳥さんが苦手になっちゃったので、はい、ごめんなさいってことでパスしました。アミ次ワンワンカフェ行きたいんですけどね。犬カフェってなんか愛犬、自分の犬を連れて入るとこが多いんですね。だからちょっと犬おらんからなと思ってます。でもアミ犬飼ってるからな、一応ハナちゃんっていうワンちゃん飼ってるんですよ。アミワン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 泣くし、餌もあげてるんですよ。ちゃんと飼ってるんですよ。これぐらいのゴールデンレトリバーの赤ちゃんですよ。飼ってるのは花ちゃんって名前です。アミが1年生の頃からいるんですけどね、ずっとこの赤ちゃんのまんまなんですよ。ゴールデンレトリバー、ママが連れてきた。花ちゃんだよ、花ちゃん。ほら、泣いてる。はい、これ歩くんですよ、ほら。どこ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 、これが雨の、あ、強く降ってる。よしよし、ちょっと一回泣くのやめてもらいました。可愛いでしょ、これが花ちゃんです。でもこの子のために餌作ったりね、いろいろしてたんですよ。メルちゃんのベビーカーに入れてよくベランダをお散歩しましたね。はい、かわいいやろ。そういうことね、だってそうですよ、そういうことですよ。はなちゃんでした、バイバイ。初耳と思ったらやっぱりですか。そうなんです。あのね、お宮参り行った時に、お宮参りでは赤ちゃんか、違うわ、何、七五三行った時に神社に行ったんですけど、その時に神社でなんか七五三フェスティバルじゃ、なんかなんていうんかわからんけど、なんかまあ
お菓子かものか好きなの選んでいいよって言われて、このゴールデンのワンちゃんを選びました。猫もあったんですけど、今はワンちゃんが好きだったので、まあ今も好きなのでワンちゃん、はなちゃんですね。はなちゃんです。かわいいやろ。かわいいですよ。一緒に歩けましたよ。わーわーわー、あ、歩いてる歩いてる。じゃあ追いかけをしたいと思います。それから1位は日高浩二さんということで、何を書きましょうか。何書きますか。ありがとう、ギョビオちゃんお願いします。オッケー、ギョビオ書きます。ギョビオ、ギョビオはね、なんか何やろ、難しいですね。まあ普通の魚を書きます。ちょっとギョビオ、あ、こんな感じや。ギョビオはね、ギョビオはちなみに赤っぽいオレンジっぽい子です。なんかね、年々色が薄くなっているんですよ。入った時は、あの、アミのうち見た時は、ね、赤色ぐらいだったはずなのに、今オレンジぐらいになった。じゃじゃじゃーん、ギョビオです。はい、こんな感じ。ギョビオ、オッケー。あ、皆さんギュートありがとうございます。はい、あ、じゃあ、はなちゃんも一緒に撮っとこう。はい、ギョビオ。あじゃあ、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとじゃあ、ギフトを読んで終わりたいと思います。はい。コスモライトさん、ピロピロさん、コジーさん、まふみさん、カニさん、コジーさん、まふみさん、オーナフイトさん、コスモライトさん、継続は力なりさん、まふみさん、高出さん、まぼさん、まさやかさん、ひろゆきさん、サンキュー PM さん、まぼさん、まさやかさん、ナチュラルさん、まんじゅうろうさん、りさちゃん、ナチュラルさん、ソルさん、鉄メガネさん、ムーチョさん、日高浩二さん、としぼさん、やゆゆよんさん、まさやかさん、ゴリックマさん、べりまゆさん、鉄メガネさん、ナチュラルさん、はなさん、はなちゃん、SIC さん、あんなちゃん、まゆさん、日高浩二さん、コスモライトさん、オレンジさん、かよちゃん、てっちゃん、こにたん、ちゃんしもさん、日高浩二さん、つうようさん、ピロピロさん、ひでやんさん、りょうじさん、つつめがねさん、FFF さん、ゴルさん、ありがとう、ギフト、ありがとうございます。では、呼びたいと思います。せーの、13位大野フギトさん、ありがとうございます。12位コジさん、ありがとうございます。11位まさやかさん、ありがとうございます。10位ちゃんしもさん、ありがとうございます。9位ベリマヨさん、ありがとうございます。8位まふみさん、ありがとうございます。7位てっちゃん、ありがとうございます。6位てつめがねさん、ありがとうございます。5位かにさん、ありがとうございます。4位ピロピロさん、ありがとうございます。3位りょうじさん、ありがとうございます。2位コスモライトさん、ありがとうございます。1位はジャカ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 ジャ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 ン、日高浩二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、今日も朝からありがとうございました。あの、今日はいろいろできてよかったです。アイロンと花ちゃん紹介と呼びようと、ということで終わりたいと思います。じゃあまた明日も遊びに来てね。あ、ちょっとそうやった。あのね、この子ね、アミがこうやって自動に動かしすぎて足がガクガク症になったことあるんですけど、ちゃんと治りました。はい、じゃあまたねー。ワンワンで足よく動いてるから、ちょっとじゃあ最後に日高浩二さんを呼んだら終わりたいと思います。せーの、日高浩二さん、ありがとうございました。じゃあまた明日の、あの、朝から会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。頑張ってねー。